3号艇森永潤選手です輸出おめでとうございますありがとうございます、えー、今節は新モーターでのシリーズとなっていますがまずは船足の評価から伺いますか出、はい、足周り足がいいと思います、はい、もうそれは序盤からそうですね最初からまあ、ちょっとプロペラを叩い,いただけなんですけど、はい、最初から良かったですはい。まあ、伸びを含めたこう直線系の足はいかがなんでしょう 回った後のつながりがいいので伸びもよく見えるんですけど、はいうん、足合わせとかも何もしてないんで精、はいうん、味の伸びは分からないんですけど、はい、節かのり味の面はいかがですかうーん特に問題なくずっとっと良かたです優勝戦備当日はどういった作業をイメージしてますか。 うん、特に何もする気はないです。もうこの、これで万全かなと思ってます。はい。ええ、そして優勝戦は三号艇となりましたが、コースを含めです。イメージ伺いますか。うん、今日ちょっとだいぶ失敗してるんで。まあ、ちょっと操縦方法、変え、つつ。まあ、どっか空いたら狙うし、空かなかったら外回って。かな。わかりました。さあ、今節スタートはどうなんですか。最初分かってなかったんですけど。はい。 まあスローだったら、うん、まあ思い通りのスタートはいけてるかなと思いますわかりました、はいさあ、それでは最後にファンの皆様へもう一言お願いいたします、はいえー、最近、絶不調だったんですけどなんか知らないですけど今節いいのでチャンスはあると思ってます応援お,お願いします。